今後の雨の見通しです。熊本県内では今日日中雨は小康状態となりますが、夕方以降球磨川流域でも雨が強まり、再び大雨となる恐れがあります。明日昼までに予想される雨の量は熊本県で200ミリです。その後も梅雨前線が8日頃にかけて西日本から東日本に停滞するため、大雨が続く恐れがあります。